ビークワにも乗させてもらったサナギの救出をしようかなと。100万近くしてたんで、ワンペア。はい、どうもこんにちは、みおりです。いつもお世話になっております。そして今回のカメラマンがもう覚えました、オムレツ教師さんです。80、あれオムレツ教師の違うって80さんですよ。キョンシー80ではあるけど、オムレツキョンシーではない。あれ平岡さんとのコンビ、爆裂キョンシー。あれ爆裂か、すいません、爆裂キョンシーの80さん。なんならほんとキョンシーはマジで忘れてほしいぐらい。爆裂の80。いやいや違う、それは俺がブチ切れた時のことそういうことしようけど今回早速やっていきたいんですけど、はい、今日はですね、サナギの救出をしようかなと。え、どういうことですか、救出っていうのは、その人工養殖に移し替えようと思ってるやつがいて、はい、まあ、救出っていうのはもしかしたらちょっと時系列でちょっと似たような動画上がってるかもしれないですけど、はい、サナギの養殖をその幼虫がね、うん、自分、まあ大体これぐらいになるかなっていうので養殖って作るんですよ。ただその養殖が自分のポテンシャルよりもちょっとちっちゃい養殖にしちゃってた場合、うん、成虫になるときに羽化して狭すぎてヘラクレスでいう角曲がりみたいな感じだったり、伸びきらなくなっちゃったりとかするんで、はい、そうならないためにちょっと養殖ちっちゃそうなやつを救出していこうかなと思ってまして、はい、まあ、それも1種類だけなんですけど、うん、それをちょっと救出していきます、はい、今回の、人工養殖に移し替える生態こちらです。はい、増えた、出しました。結構ありますね。そうですね、この中から洋室がちっちゃいやつを探していくって感じになるんで、はい、あ、なるほど、これ全部ってわけじゃないです。で、ちなみにこれウェムケンミヤマですね。ウェムケンミヤマ、顎がすごい特徴的な、すいません、魔法の時にちょっとゴミ箱も移動されちゃいました。ああ、まあ普通にどかしただけだからな。どか…言うなよそれはやめろよ。あ、めちゃくちゃ怖い、怖い人だった。やめろよ俺たちが普通の仕事としてやってるから。ちょっと仲直りの握手しましょう。ちょっと気まずいのはまずいんで、さすがに。そうか、はい、はい、拍手。それはソロでできるやつだから。え、あの三本刀のそれゾロ、朝放送されてた狐の泥棒みたいな。それゾロリ、それはソロリ。おお、無理無理、見事な3番4番5番が揃ったところで、あれクリーンアップ、はい、えぐ。じゃあ早速こちらですね。はい、はい、これ本命はウェムケンミヤマ。その顎がすごい特徴的なんですけど、はい、多分サナギでもそれも見れるかなと思うんで、サムネイルで多分サナギ使ってるんですけど、はい、ちょっとそれを実際に出していくと思うんで、はい、で、ちなみにこれ産地がちょっと違って、下の方がランバージャックさんで2018年か、はい、生態ですねの10月に孵化したやつで、これはプラデーシュ州のロースバンシェリっていうところなんですけど、はい、こっちは西シアンっていうところになります。はい、なんで産地が違うんで、はい、ここ混ぜないようにだけ気をつけて僕はやってるんですけど、はい、なんか西シアンの方が顎の特徴出やすいみたいな感じだった気がするんですけど、うん、あ、やっぱちょっと違うんですね。やっぱ産地によって多少変化はあったりするらしいんで、うん、だからやっぱ混ぜるのは良くないかなっていう感じの。サナギ結構なってるんですよ実は。もうメスなんですけど、これはこうやって養殖で、はい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 、なってるんで、うん、で、メスはまあ大丈夫なんで、この状態でも。もうメスって大体まあ頭曲げてはいるけど、うん、多少ちょっとちっちゃくてもちょっとだけなんで、頭伸びる部分も、だからまあ基本的にまあメスは救出しないです今回。はいはい、ここら辺はメスですね。で、メスなんだ。まあでもこれもね、こっちも両方2018年なんですよ、うん、の10月なんで、やっぱ同じ時期に養化し始めましたね、サナギに。ほんと同じタイミングですもんね。でね、俺ミシュミが初めてだったんですけど、うん、ミシュミミヤマっていう、はい、ビークワにも乗させてもらった種類も初めて、それが初めてのミヤマで、うん、それの次がウェムケンだったんですよ。で、ミシュミがね、人工養殖っていうか、その自力でここで羽化させた時に、うん、結構羽パカになったり、その、その羽が見えちゃってたり、中の羽とかが見えたり、掘り出してみたら星になってたりとかあったんで、人工養殖にした方がいいかなっていうので、人工養殖に移し替えた個体は基本的に綺麗な状態で羽化したから、もしかしたら結構な量交換するかもしれないです。あ、それはミヤマ全般そうなんですか。いや、わかんないんですよ。だから僕もたまたま、もしかしたらたまたま僕ん家の環境とかも相まって、うん、人工養殖の方が良かっただけかもしれないですけど、実際多分そんなことないはずですからね。自分で作り上げたものの方が、そうだもんね、自然下ではいるわけだもんね、はい、
ただまあこの時点でまあ自然ではないんでね、うん、ボトルっていう時点で。だからまあ比較的多分掘り出していくと思います。わかりました。はい、人工溶質出しましょうか。あ、お願いします。はい、人工溶質こちら。はい、おー、はい、で、はい、まとめててよかったじゃん。まとまんないよ。ベジットと一緒だって、ドラゴンボールの。いや、知ってるけど、うん、それはあいつ合体してすぐスーパーサイヤ人になったから、じゃあもう最初からスーパーサイヤ人出てこいやいやいや、その過程が大事なんですか。いや、そうか。まあでもこんなに使うんですね。まあでもこれ一応4つずつお酢入れれるやつで、12まではとりあえず一旦作れるんで、はい、まあ一旦先にちょっと水足していきます。お願いします。もうちょっと上から横着ですが、1回使ってるからちょっと吸収が遅いですけども、うん、めちゃくちゃ入れるな。乾燥するんでね、すごいよ、こんなにあるから。これで 吸ってくれるんで、はい、これ一旦このまま待っときます。このまま待機。はい、僕の地元の友達ですね。え、あれが待機。あ、大輝くんってこと、はい、あ、知らないから。じゃあ早速やっていきましょう、うん、これまずお酢、ここにいるんですよ。いますね。サナギで見るっていうのもなかなかないと思うんで、うん、で、ウェムケンのサナギを僕見るのは初めてですから、その初めてブリードしてようやく一周するって感じなんで。あ、そういうことか。はい、楽しみです。まさかこんなにウェムケンやってると思ってなかったけど、ひょんなことからね、何ペアか手に入れることになったんで、はい、あー、なんかの企画か、はい、とかで、うん、福袋に入ってたりとかね。そっかそっか、1月いろいろ買ってたもんね。はい、だから今、成虫もいるんですよ、実は。ベムケミヤマの、はい、ただちっちゃいんで、ちょっと特徴出てないんで、あ、まあそれは福袋のやつ、生配信のやつかな、1月1日にやった。はいはいはい、あったな。よし、あ、来ますよ。はい、ちょっとこっからゆっくり。お、あ、開きました。うん、ちょっと出てますね。出てる。はい、大丈夫。来ました。はい、おお、出てる出てる、特徴も。うわー、すごっ、すげえな。え、これはすごい、すごいでしょ。このサイズでなんかちゃんと細かいとこまで、はい、で、動くっていうのはあんま知らない人も多いらしいですね、サナギって。ああ、これ綺麗。この顎も、この、わかります、この二股の中の歯が二股に上と下でぐわって開いてるでしょ。それがかっこいいんですよ、そこが。お手合わせ、滝川クリステルみたいになってるけど、はい、この辺。いやいや違う、おもてなしって言ってないですよ。あ、もっと別の情報欲しかったな。これちょっといくつか出していきましょうか、はい、このまま。そのサイズとかも含めてね、こちら、はい、これ同じ産地なんで、もうで同じ親なんで、このままパッといっていきます。はい、ちょっとこっちに。あー、待機させて。あ、いらない。あ、自衛隊の友達って言って、ちゃんと今もやってるの。今もやってますよ、結構がっつりやってますよ。へー、頑張り屋ですね、みんな。やめるって言ってたけどな、待機の方はそんなことないから、結構頑張ってた、元から。あと一人の方はね、もう一人いるんだ。はい、だから僕、結構友達全国各地で自衛隊とかやってるんで。え、あ、そうなの。そう、そういう学校行ってたわけじゃないでしょ、別に。はい、でも意外といるんですよ、僕友達、自衛隊が。宮崎職がないから、そんなに、うんうんうん、あ、そうなの。で、結構体育会系だったんで、僕って意外と、うん、だから自衛隊に行くやつが結構多くて。あ、出てきますね。意外と洋室サイズあったな。おせっかいかもしれないけど、はい、来ました。はい、こちら。あー、でも同じく、あ、ちょっとちっちゃいかな。ほんとだね、なんかよ、幅がちっちゃい気がしますね。サナギやばいな。サナギやばいですよ。サナギってやっぱ信じられない部分ですかね、うん、ほんと。だから、あの、人間の進化論じゃないけども、うん、その間をくり抜いたら、うん、今猿から人間になってるのが信じられないみたいなのあるじゃないですか、うん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 、それのもう一番の部分ですもんね。確かに。そもそも幼虫からこのサナギになってる、ここの間の進化も意味わかんないですよね、うん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 、正直わかんない、わかんない。魅力が詰まってる部分はやっぱここだと思ってるんで、僕は。あるわ、確かに。三森くんのグッズでね、ちょっと舐められてはいるけど。いやいやいや、あがめられてるでしょ。あれ、みんなあがめすぎて買ってないでしょ、あの T シャツって。僕が着るのはおこがましいみたいなこと、はい、違う違う、そういうことじゃない。いや、でもサナギ T シャツ買ってくださってる方もいて、
なんかそういうイベントで来てくれるとかでも全然ありがたいことなんですけど、うん、マラソン大会で来ようとしてた方もいらっしゃってそうあれも、はい、いやありがたいですよね。そうか、一緒に走る人の気を散らせるために。いや違う違う、そういうガチな人じゃないでしょそんなデリケートだからね、難しいよね、はい、そう。でもここ焦ったらもう終わりですから。来ました。おお、大体でも同じぐらいですか。同じぐらいですね。そうですね、同じぐらいですね。あ、いいね。でも一番最初のが一番でかいかもな。本当だ。ちょっと、はい、よし。西日とか差しそうなぐらいのどかだな。そうか、そんなに。はい、はい、あ、メスか。あ、そうか、メスもいるのか。見たい見たい。オスだと思ったメスでした。確かに、まあ、あすごい、ちょっと触覚やられてるかも。え、そんな感じには見えないですけど、こう黒くなってますね。目は黒くなってくるんですけど、うん、触覚ちょっと変色してるかも。まあでも羽化してきてほしいですね。そうですね。あ、ここでダメになるパターンもあるんですか。あ、全然あります。油断できないな。それも含めて羽化不全ですからね。これも行きましょうか。はい、これメスって書いてたけどオスでしたね。オスだったか。まあ結局、まあ、そんな大差ないんで。これでも800で、うん、僕飼育して思ったのはやっぱ800に N マットとか、U マットとか、うん、まあ美山マットで1本1回で大丈夫そうですね。交換なしでも。いや、これいいね。でかそうだな。確かにさっきのメスよりもやばいぞこれ。おお、綺麗に。本当だ、幼虫の時の皮も。これね、財布入れるとお金貯まります。いや、それワニでしょ。まあヘビ。ヘビか、ごめん。メスにしてる。いやいや、絶対あり。やめて、本当に。リプレイどうぞ。やめろ。これね、財布入れるとお金貯まります。いや、それワニでしょ。まあヘビ。ヘビか、ごめん。違うんだ。いや、見事ですね。いやいや、今のそう、ボケってことにしといて。これ一番でかいんじゃない、もしかしたら。そんなことないか、うん、大きそうですね。あとはメス、メス。バランスすごい良かったですね、うん、メスでした。よいしょ。ここまでなんで、ここで一旦交換します。はい、これ上質入れていきますね。はい、じゃあこれこの中に、まあある程度吸ったんで、はい、入れていきましょうか。ちょ、もうちょっと水足しますね。これでもほんと5分10分でこんなに吸水するんですね。そうなんですよ。一回使うと吸水性落ちるんですけど、まあそれでも待ってれば吸ってくれるんで。表面上のやつは椅子取りゲームみたいなことか。そこに入れるの4匹まででしょ。はい、どうすんの。1匹は残念ながらふるさとに帰ってもらいます。ふるさと。いやいや、あるんで。あります、うちには。はい、まず新居そのための空室がいっぱいありますから、うん、で、この中に入れていきます、はい、これ、お酢4と入れますね。もうちょい、もうちょい。うん、水って本当大事なんだ、そんな。あ、ちょっとびちゃびちゃしすぎた、はい、乾燥も良くないけど、濡れすぎも良くないんで。これで、はい、入れていきます。お願いします。優しく、バランス悪い。怖すぎる。よいしょ、スライドで。こいつが一番でかいな。はい、こんな感じで。はい、もうこれぐらいで。はい、どうでしょう。いいんじゃないですか。いいですか。はい、ありがとうございます。いやいや、わからない。俺はこっちは西シアンの方ですね。西シアンの病室、はい、OK、で、メスだけいるので、うん、じゃあ追加の人工病室に入れていきます、はい、お願いします。しっかりね。またさっきと同じ流れですけど、サイズ大きいけども、まあ、これで大丈夫だと思うんで。ゴー。あ、でしょ。これで、これも西シアンの方で。西シアンで、次、はい、こっからプラデーシュの方です。ロースバンシリの方。そんな種類、まあ、サナギの段階では分かんないよね、そんな。さすがに。そうですね。でも特徴が出やすい、もう本当ビビたるもんだと思いますけどね。で、オスだけいきますので。あー、でもあんまりいないか、もしかして。あ、思ったよりいないんだな。あー、そっちの方がまだ成長遅いの。そうですね。あ、一匹だけだ。
おいえじゃあ一匹だけですけど、はい、出しましょうか。お願いします。いきます。これはマットを上から足しました。あ、減った分の1回だけですね。へー、そんな土使わないんだね。そんな使わなかったです。でこっちの方が良さそうだぞ。分かるの、そんなのは土の感じで。いや、そう、さなぎの感じが。さなぎの感じ、きます、あ、きます、きます。はい、あ、よし、はい、ほら、あ、どう、あ、ちょっとこっちの方がでかそうですね。うん、まあ同じぐらいだと思うけどね。そう、あ、まあでも気持ちはその方がいいと思うね、シューバーの方が大きいみたいな。いやいやいや、動画としてはいいから、すごく。いや、ごめん、でもテンションが大きいのテンションじゃないから意味ないです。ちっちゃくもなく、でも結構大きいですね、多分55ありそうだな。うん、バッチリ。はい、まあ、でもちゃんと無事でね、それが何よりだよね。そうですね。で、これ、こっちはプラ、西シアンのやつですけど、こっちに入れます、この端に、はい、端、はい、閉めて、ちょっと簡易的なラベルを。分かんなくなるもんね。分かんなくなります、時が経てば絶対分かんなくなる。ウェブ、プラ、WF1、 今日の日付、こっち側には、じゃあこっちで WF2 なんですよ、こっちは。で、西市2月25、はい、これで、はい、と、こっち、こっちはもう全塗装なんで西市、まあ、こっちはまあ、ある程度書いておきます。はい、こんな感じです。はいはい、2つできて6頭ですよね。結局6頭移動させました。まあ、こうさなぎで見た感じはそんなに分かんないですね、正直ね。まあシンプルにこのこっちの方が大きいってぐらい、このああこっち側のランバーの方が大きいぐらいかな。実際羽化してみないと分かんないですね。羽化するのはどれぐらいの時期なんですか。でもこっから1ヶ月ちょっとで羽化すると思うんで。おー、楽しみだな。楽しみですね。羽化したら羽化したでまた動画あげますんで、はい、引き続き楽しみにしてもらえればと思います。はい、はい、そんな感じで今回の動画はウェムケンミヤマ、まあもともとすごい高価な、最初入ってきた時多分100万近くしてたんで、ワンペア、あれが、はい、マジで、いや本当にしてたのが、今ではねもうお店で3万ぐらいとかになってるんで、いや変わります変わります。シンプルに言ったらもう時価みたいなところあるんで、クワガタってカブトムシも、なんでまあだいぶ、まあ言っても高いですけど3万って、最初に比べたら随分お手軽にはなったんで、まあミヤマ海外のやつやってみようかなと思ってる方はちょっと気にかけてもらえればと思います。はい、はい、そんな感じで今回の動画も以上とさせていただきます。ぜひ高評価チャンネル登録もお待ちしております。そんな感じでご視聴ありがとうございました。